はい、エムさん、今日は先輩がいらっしゃってるという、いや、今日ね、俺楽しみにしてたんですよ。え、高田さんっていうのはね、俺らの時の大スターだから、この人ね。それで、年は2つで、はい、で、俺が18の時に、高田さんは絶対覚えてないけど、春のリーグ戦で、うん、ランニングホームラン打ったそう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 、あれ、俺ですよ。え、俺から打ったんですよ。俺第1号はランニングホームラン。そうそう、大学5本のホームランで。そう、あ、本当思うの。それなんで知らないですか、そんなの。1年生で投げたの。1年の春に俺もういきなり春に投げて、なんですぐ消えたの。いなくなったじゃん、2年間くらいなかったりしたんだ。その消えた話はいいから徐々に徐々に。いやいや、本当にそれよりも初めて聞いたよ俺。だから高田さんにランニングホームラン打たれて調子悪くなって、そのまま2軍に行かされた。じゃあ俺この人が一番悪い。監督とどのころじゃなかったの。俺が出世する最初に拒んだ人な、この人。ランニングホームランはそう、俺大丈夫。外野手が突っ込んできてね、これ遅れて、そう、それを言ってるんですよ、ね、エラーじゃない、ね、ほんでエラー疲れそうなんじゃないのよね。完全にヒットだからね。それで後ろへ行ってる間、ぐるぐるね、フェンスの周りをボールが回ったんですよ。俺だから足ぐらいにしかったからね。そうし、ほんで俺ホームでランニングホームベースで来たやつで俺タッチしたんですよ。まだ、うん、足速いから、うん、もうシャーッと先に滑って、それでランニングホームラン。いや、そで俺もうそれからストライク入らなくなって。そんなことないでしょ。いや、それで2点か3点取られて、それで降板させられて、うん、その後山中が来るわけ。あ、それでチャンスかんだ。それでも山中に行かれたんですよ。あいつは48勝。で、こっちはもうそれから2軍生活。で、最初のこの人が一番最初、俺を落とし込んだの。俺のあれかホームランか分からんけども、まあそれで聞いたわけじゃないとは思うけどね。それはね、レフトの人がね、確かに突っ込んできたよ。そうそう。あのライナー線はね。ほんで、ああ、取れたと思ったらね、グラブに触らずに、あの、抜けたんですよ。エラーじゃないですね。テンテンとしてる間に俺ね、うん、そうそうそう。ほんでサンスポの当時アマチュアの記者が、うん、あの俺スカブックを見たんですよ、うん、その日、うん、で上に高田一号って書いてある。あ、そうで、でカッコ江本って書いてある。あ、だからショック、本当の話なんですよ。いや、だから俺楽しみなのはこの人に、その後あの阪神に行ってからもよう打たれたから、だから今日はその恨み骨髄を長年かかってちょっと今日は。エモスさんだ、僕のホームランね、ランニングホームランのピッチャーがエモとしてるのは初めて知った。俺からです。だから、あのちょうど春からね、うん、で僕はね、高校3年生で野球してないんですよ。それは普通はなんでって聞いたらまずいから、いや、なんか悪いことしたんじゃないの。エモスさんが悪いことしたわけじゃないんですけど、波翔より悪い学校だったんです。それはないよ、上手に一番じゃないけど。波翔も大概あの評判悪い学校だったけど。じゃあ学校は出場停止かなと。ああ、甲子園行く3週間前に。あの当時はあの厳しかったからね、あの野球部のもちろんあの学生がなんか悪いことしたらあったけど、そうでなくてもダメなしでやったからね。そうそうそう、普通の学生が騙したとかね。で、そうじゃなくても野球部員の暴力事件でね、うんうん、それで甲子園行くの3週間前に。いや、もういけるあれだったの。もちろん、だって四国で優勝してるんですから、秋に。それでその1年やってないから、まあ法政入るかどうかわからなくてね、うん、で僕らほら子供の時長島ファンじゃないですか、うん、で立教受けたら立教落とされて、ほんであの頃立教推薦はなかったのかな。長島さんが入ったのに、なんだよ俺入れないかって一瞬疑問に思ったんだけど、まあそれはいいとしてね。ほんで法政は12月にセレクションやってるから、うん、ほんでじゃあ何やったんだよ。俺明治もね、行きたかったんですよ、あの頃、うん、だってレベル同じようなもんじゃないですか、法政とか明治、ね、だから、だけど法政がたまたまもう、うん、あの明治も終わってて、うん、で法政しかなかったんですよ。それでまあ行ったけど、もう春からねやっぱ調子が良くてね、うん、で一軍にもう春のリーグ戦で1年生の春のリーグ戦で俺できなかった。
そら1年生で登板できる、うん、ところがそのプリンスが来て、いやいやそれはプリンスが俺をね、あの時松井監督でしょ、監督に振られるの随分監督の名前出されるの嫌がって、 あの松永さんってやっぱり厳しいそうな、ね、松永さんのせいじゃないです、あれ高田のせいなんです、いやいや何人ホームラン打つ普通だいたい、あんなとこで、その監督松永さんだからじゃなくてどこ行っても監督と勝負してるそれあと、まあ、ゆっくり話しますから、だから最初のきっかけが、うん、俺はだから高田さんが一番印象がずっとあったんですよ、ね、やってる時から、うんね、1年の春であったもんね、うん、まあ、いわゆるそこから行ったら、そうそう、あの山中まで行かなくても山中と豊本と2人で、うん、結構行けるでしょ、大学でね、まだドラフト1位でプロ野球入って巨人に入ってたかもな、ね、1回あれでしょ、遠回りしたんでしょ、社会人行ったんでしょ、そう熊谷に行きました、ね、だってドラフトもされない、それからもう低迷気づいて、野球やってリーグ戦出てないのにドラフトされないよね、まあ、強さだなっていうことは俺のことはもうどうでもいいですから今日は高田さん来たから、高田さんのこのプリンスエリート街道をさ、江村さんもっと引っ張り出さないと ね、 ね、いやいや俺でもいいですよ、今日はね高田さんせっかく来たから、このもう野球界にはこういうねエリートでプリンスでずっと最後まで終わる人は珍しいんだよ、だからその今日初めてなんですそういう人、ちょっとまあ年は食ってるけどね、もう大概、ね、でもまあ今ね、エムさんに紹介してもらったけど、やっぱり選手やって、うん、ね、現役を終えてからもコーチや監督やったり、そうそうそう、またフロントの仕事をし、うん、な、まあ、GM やったから、普通は編成の仕事をやる、これ全て野球界に変わっていったら少ないよね、まあ今日はね、そのフロントから、まあ、現場離れた話は、うんうん、まあ、別にしといて、うん、現役時代からのこう、うん、例えばまあ我々の時代の人だったら、もう高田といえば V9 時代のね、あーな、ね、やっぱりみんな多かったよな、もう長嶋さんが出ないけど、本当は一番柴田さん、うん、で高田さん、うん、で土井翔太さんがちょこちょこいたから、そうそう、で3番あの人王さん、王さんいて、長嶋さんがいてみたいな、ね、V9 のそういう確固たるものの中でお膳立てをしたい人だった、この人たちは、はいはいはい、ね、うん、でもね、結局いや、やっぱ結論言ったらね、うん、よく、なんで9年 VQ というより9年連続日本一やからな、9年連続もね、巨人が日本一や、それは ON がよ、王さん、長嶋さんが全盛でよ、同じ時代に2人がね、外国人っていう結構いるよね、あの2人、強力な、うん、でも外国人って単なんだよな、やっぱり1、2年を送っても5年も続かない、うん、だから多いのがね、いて、だから我々周りにね、脇役と言われる人も生かされてるんだよね、まあそれはそうでしょうけど、それだけでも後ろに王さん、長嶋さんね、俺1番、俺2番が大好きやった、あ、そうですか、うん、一番でなんとか進めるし、ね、柴さんの使う通りもあれば、ね、うん、送りバントもあればいいんだ、いろんなことを考えながらもやれるし、やって、うんうん、そしてなんとか3番、4番に王さんにつなげたら、もう必ずと言ってほど点入ったそう、どちらかは間違いなく打つという時代、うん、だからその絡みが、うん、だからずっとすごくね、かっこだろうね、はい、俺はね、5番も打ったことある、5番あるんだよ、俺知ってる、おお、長嶋、高田、もうこれが一番嫌だったな、あ、9番はいいけども、ちょっと離れてみたかった、もう5番がね、長嶋さんの後、王さんの後の5番でね、ランナー置いたり、一塁空いたら必ず敬遠だからね、それで俺たちももう力入るのよ、まあその分かんないから、もう嫌だったな、俺あの5番が。